藤林秀夫は日本のアナウンサー、ジャーナリスト、ニュースキャスター、テレビプロデューサー、東京府出身、学習院大学政治経済学部卒業。1961年4月に TBS へアナウンサー7期生として入社。1963年11月1日。 アナウンサーの報道局への大量移動が行われ、同ニュース部に配属。1965年12月より、ニュース取材部へ配属。1967年11月15日より、アナウンサー研修室設置に伴い報道局、ラジオニュース部勤務兼アナウンサー研修室付けとなった。アナウンサーとしては、主にニュースを担当。1970年7月に、 テレビ本部報道局ラジオニュース部配属となる。以降、1972年11月より、テレビニュース部兼ラジオ局ラジオニュース部、1974年3月より、報道局編集部兼解説室委員、1986年7月より、整形部に在籍し、その間報道記者、ニュースキャスターを務めた。百八十九年六月人事労政局、 厚生部、1991年5月社会情報局、千代田政策部、1993年2月社会、情報局兼情報政策一部、1996年5月政策局政策推進部に、それぞれ在職。社会情報局に在職した頃は、テレビ番組のプロデューサーを務めた。同11月 TBS 健康保険組合へ、現職出向し、 1997年3月に定年ありがとうございます。